この感想を言われるときが一番メンタルくる。友達の誕生日なんで、まあ内緒で、俺の手料理を作ってあげようかなって思います。今からスーパー行って買い出ししようかなって思ってるんで、まあ家で作ったものを友達の家に嫁って持っていくみたいな。で、一緒にご飯食べようっていう、まあサプライズ的な、言ったら。ポイントカードこれ全部使えます？ポンタ。はい、ポイントもしてもらうのこちらになるので。あ、わかりました。俺、大学1、2、3年間、4年間、もうほぼ4年間ね。めちゃくちゃ、ポンタカードっていうローソンでも貯まるポイントカードで、ポイントを貯めてきたんですよ、今まで。何の買い物をしようと全部ポンタカードにポイントを貯めてたんですけど、それを今、使う時が来ましたね。友達のために。そやろ、自分のために俺ステーキ買って、もう、大豪遊チャンネルとか言って、ステーキむさぼり食う動画とか出したかったんですけど、なんかもう気づいたら友達のためにポイントを使ってましたね。めちゃくちゃ優しいやつじゃないですか。もうだからもうこんだけポイントカード使ったんで、帰り道はもう大かっぽで歩いて帰りましたね。アロホモラ、買ってきました。汚れてもいい服に着替えました。マジで、友達が誕生日なんで、まあ、それを込めて、まあ、手料理作ってあげようかなって思ってまして、だから、何を作るかっていうと、まあまあ、大根、先行こうか、どうしよう。サラダ作って、唐揚げ作って、丸々丼を作ります。まあ、お楽しみに、その丸々丼は。何丼なんだろうって想像する感じで、よろしくお願いします。うわー、もう手間かかるなー。くそ。うわ、あいつ、手間かかるな、ほんま。なあ、それ。まあ、友達が食べるんで、包丁の汚さの有無はあんま関係ないですね。うわ、これもう早速やばい。買ったばっかなのに、黒ずんでる、これ。まあ、俺、あれなんですよね。中学校の時に、リンゴの皮むき、選手権みたいなのがあって、クラス2位だったんですよね。1位は家庭科の女の子。それ当たり前だろっていう話。で、2位がこの俺、青葉。だったので、まあ、とか、こういう皮、こう、むく系、めっちゃ得意なんですよね。親指でスライドみたいな言うやん。だから僕は結婚する相手っていうのは、自分より手先が器用なっていう人ですね。はい。そういう人と結婚したい。まあ、ほら、容量が悪いな、普通に。うわ、水にさらすっていう作業が一番だるいな。正解か、これは。まあ、俺食うわけじゃねえし。ブレ、来た。大根サラダなってるよ、俺。やっぱりね、これ食感が大事なので、ちょっと分厚くめに切るっていうのが大事かもしれないですね。うん。リンゴの味すんな。体に気使って、胸肉にしました。唐揚げこんぐらいだったらちょうどいいよね、多分。くさ、うわ、俺もうこれ無理だ。生肉の匂いによったらもう唐揚げ食えない。まあ友達が食うんでいいんですけどね。正直唐揚げをさ、一人 300g 食ったらさ、上等だよね。普通に考えて食いすぎなぐらいだね、300g って。だからちょっと余ったから肉。サランラップで。下手くそか、俺。下手くそ！もう下手くそなんだけども、これ最悪。おい、大根の皮むけんのにこれできねえのか、俺。そんな人間にはなりたくない。できましたー！てーてーてれれれれれれ。これを今から下味？下味っていうの？つけよう。てれれれれれれれ。入れます。1、2、3。まあまあ、俺が食うわけじゃないんでね。味付けは、携帯で動画撮ってるんで、レシピ見れないんですよね。だからもう、独学でいきます。今まで、感じてきた、フィーリングと感性で唐揚げは、作っていきたいと思います。多分ね、蜂蜜入れんだよね、俺。鬼目分量でいきます。
ガリアン、カンタンスーっていう要領。こんな感じ。カンタンスー。これだけ。多分それと同じだと思うんで。カンタンスー、スースー。スー長めぐらい、多分。多分ちょ、ああ、ちょうどいい、ちょうどいい。カンタンスー、スースー。オッケー。カンタンスー。いいんちゃう。これが目分量ってやつでしょ。次ラストは丸丸丼作りましょう。汚っ。いつのやつかね。こんな感じでひき肉を炒めます。流行語大賞の塩コショウを振ってみよう。お腹いっぱい。作っただけでもお腹満足。お腹いっぱいや。わかんなくなってきた。美味しいのか美味しくないのか。もう俺が作るやついつも美味しくないから。かいわれ大根。やば、野菜作りすぎだろこれマジで。ちょっともう分量だけわかんないです。これもうやばい。サラダとお腹いっぱいだろ。ご飯何本、1合で足りると思う？ 1 合で。わかんねえ。まあ余っても仕方ないんで全部入れます。ちゃんと炊けてない部分があるんだよ。村炊きっていうボタンを押してないんだけど。来たんちゃうこれ。一回見る。レベルが違う。レベル違う。今までとはレベルが違う。マジで俺友達のために何してんのほんまに。ラストはもう地獄の唐揚げを作ります。はい、疲れた。疲れ。サムネ撮ります。疲れた。完成。並べますね一回。いや、いいんちゃう？これめちゃくちゃいいんちゃう？えぐい、えぐいのできた。ママー、めっちゃ美味しいご飯できた。これが、飲食店の息子です。はい、披露します。ててててててて、シュシュシュ、インサート。シュ、サラダ。シュ、これは明太子ソース。この明太子ソース作ったんですけど、これ友達が一番好きな食べ物が明太子らしいんで、だからもう明太子を使いました。大根サラダに、かいわれ大根なんか入れちゃってさ、ちょっとおしゃれに、おしゃれ大根豆腐サラダ作りましたね。で、これ、丸々丼ってさっき言ってたけど、これ、そぼろ丼でした、正解は。薬物ドラッグ唐揚げ。まあ、飲食店の息子なんで、僕。はい。まあ、過去の経験と過ちを生かした、そぼろ丼サラ、大根サラダ唐揚げ。完成ー。もう俺これ何時間かかった？俺もうえぐいよ。まあ、2時間半とかやで、だって。サプライズ自炊手料理。うん、友達の反応みたいな。思いますね。ハッピーバースデートゥーユーミー、ハッピーバースデートゥーユーミー、ハッピーバースデートゥーユーミー。なんと夜ご飯持ってきました。ええ、そういうこと。じゃあもう開けちゃっていいっすよ。もうやっぱり俺、君に足りないのは愛情、手料理だと思うんで。うわ、ちゃんとしてるよ。出ろ。それはなんかあとお皿返してあって。唐揚げ作りました、マジで食べてほしい。で、それはなんかそぼろ丼みたいな。あ、いいね。あの見栄えが悪いのも俺の。唐揚げとなんか余ったそぼろ。ありがとうございます。食べようぜー。あ、それはお前が一番好きな明太子好きやろ。あ、めっちゃ好きやろ。うん、だから明太マヨ。えいー、かわいい。あ、割り箸持ってきた。もう、何も準備しなくていいっていう。イエーイ。うわ、めっちゃいいやん。なんか居心地がいいな、やっぱり。これ6畳やった？7ぐらい。あ、7。
うわ、なんかマジでめっちゃ家がいいやん。うわ、ちょっとマジちょっと怖いんだよね、味が。これも足りんかったら入れて。いただきまーす。一回食ってみて。どう？全然うまい。うん、マジ？どんな味する？辛いとか、うん、全然ない。うん。うまい。うまい。乾杯したい、乾杯。稼いでた。乾杯。ありがとうございます。です。これ。食うで。うん。食べられる気持ちってやばいな、これ。なんか作ったやつを食べられる。うまい。うまい？うまいよ。マジかー、来た。野菜。いいね。野菜食わんくない？一人暮らしよ。もやし、もやししか食ってない。もう野菜じゃないけどな、もやし。ほぼ。唐揚げいただきます、俺も。火通ってた？ちゃんと通ってるよ。これスプーンの方が食いやすい。ありがとうございます。どっちも。いけないけど。うわ、めっちゃいいやん。でかい。うん。うん。辛い、しょっぱいとかある。全然。ちょうどいい。うまい。うまい、うまい。マジ？人の手料理っていいな。なあ。もう学生になって手料理なんか食わんやん。彼女おらんやん。だって。いません。うん。彼女もおらんかったら食うとくない。学生ってか、まあ一人暮らしだから。一人暮らし彼女なしってさ、マジで手料理食わんやな、誰かの。食べる機会ないないよな。食べる機会ない。大学生が一番そういうの経験する時期じゃない？だって女の手料理食べますみたいなさ。俺もだって女に手料理を作ってるわけじゃないもんな。男に手料理作ったもんな。まあ、完成するまではいいけどさ、作って食べてもらうっていう結構やばいメンタル。この感想を言われるとき一番メンタルくる。手料理食わす女の人すごいよな、マジで。それマットレスで直で置いてる？いや、一応敷いてる。あ、ほんまや。マジ唐揚げ全然あのレシピ見てないよな。マジ全然できてる。マジレシピ見てないわ、すごい。うん、蜂蜜入れたもんだって。うん、うん、やばくない？やばくなんかもしれないけど。フィーリングで作った唐揚げ。隠し味的な。うん。まあ何が違うかは分からんけどな、マジで。分からん。うん。うわ。お腹いっぱいなってきた。米でもそんなないよ。スキヤの並盛りもないよ。唐揚げか。これ明太マヨソースいきましょう、これ。俺そのなんかソースにね、麺つゆ入れたんよ。自分で作ったん？うん、そう。それ市販じゃないよ。これでいいよ。素晴らしい味。これ、マジで。一番美味しい、このソース。うま。うまいな。うまい。おもろい。めっちゃおもろい。初めての手料理が男になるとは。確かに。人生初手料理、男。家族以外の。マヨネーズ欲しい。この、肉も、捨ててもいいよ。いや、使うわな。まず、ごちそうさまでした。ありがとうございます。